はい、何を乗ってられる、なんか今旧車じゃなかったらインタビューしてくんないんですかみたいな感じで喋りかけてくれたんですけど、乗ってんのは、はい、一応バブと、バブ、あ、乗ってるんですか、秋車乗ってるじゃないですか、バブと、はい、今一応シビック2台、あ、マジっすか、今、今乗ってきてるんですよね、今日は EJ1 シビック、お、ちょっと、いいっすか、はい、行きましょう名前なんて言うんですか、僕は98でやってます、98、あ、チーム名じゃなくて、うん、個人で98、あ、個人で98っていう名前で、インスタで調べれば出てきます、多分出てきます、あ、了解です、98さん、98くん、おいくつですか、今24です、24、ちょっとシビックのところまで行きましょう、はい、24、めちゃめちゃ若いじゃないですか、行きましょう、行きます、全然、ちょっと行こうよ、みんな自分のヤンキーチャンネル見たことありますか、まあ、ちょこちょこ見てます、ちょこちょこ見てます、あ、本当ですか、だから江ノ島とか行った時いないかなって、うん、あー、マジか、すごい、今声をかけてくれる感じになったのはどんな感じのテンションで、俺も乗るかなって、あ、そういうことです、そういうことね、旧車ないけど大丈夫ですかみたいな感じで、今日ちょっと勇気いらなかった、あ、そうっすね、今日は単車じゃないんで、うん、うん、そっかそっか、バブだったらね、いろいろ見せて欲しかったっていうのもあるし、 あと車でも全然なんか旧車とかも紹介してるから、あ、そうなんです、そうそうそう、でも全然自分の旧車じゃなくて、あ、そうなんだ、はい、え、ちょっと待って、シビックってだって旧車でしょ、30年ぐらい前の、多分旧車ですよ、それ旧車なんですよ、ね、こちらは、お友達さんですか、ね、お友達さん、ファミリー、ファミリーなんかのチームとかじゃないんですか、ここら辺は、もともとバイクのチーム、バイクのチームというのは旧車会ですか、ほう、旧車会に入って、旧車会なんていうところ入ったんですか、あ、ワイルドソウル、ほうほうほう、まあ今も入ってる、うん、まだ仲いいメンバーだけ自分たちは、うん、あ、そうなんだ、おう、98くん、はい、ナンバー98で、ナンバー98くん、ミヤクンダさんのバーベキューの時に声かけてくれた、で、旧車今乗ってきてないですけど、それじゃなくてもなんか紹介してもらえますかみたいな突撃精神がすごい子で、はい、来てくれました、しかも友達も来てくれてます、イエーイ、おいくつですか、24歳、あ、皆さん同い年か、こちらが98くんの、シビック、こちらはこっちのシルビア、なんか、え、待って、走り屋ってこと、走り屋ではないですね、じゃないですか、なんか、あ、じゃあ違うか、いや、なんかすげえドリフトかなんかして、なんかなってるのかなとか思ったけど、俺のヤンキーチャンネル見たことあるよね、俺の無知さわかるよね、はい、わかる、だからちょっといろいろと紹介してほしいんですけど、シビックっていつぐらいの車なの、30年前、なんでこの車を選ぶ感じになったんですか、24歳が、元々、うん、DF、これの1個前の方のシビックって、うん、それも、うん、ネットでたまたま見てて、あ、これかっこいいじゃんって、そういうノリで買っちゃった、かっこいいじゃん、そっかそっかそっか、ただ見て、これがかっこいいっていう風に言って、入ってきたのがシビックだったんだ、しかもこの色、いや、これはもう前のオーナーの、うん、これからバーペンは入れてる、あ、そうなんだ、え、じゃあこれ、ここから何色にしていく感じですか、白にして、うん、あ、真っ白にするんだ。だってホイールとかもすげえ年季入ってるよ、ホイールもまた別のに変えて、え、待って、これ、あ、別のに変えてね、で、これ車高も下げて、元から下がってる感じじゃなくて、もう普通の状態で買ったってこと、もうそうそう、このまんまで買ったって個人バイク、はあ、あ、そうそうそう、ごめんなさい、ちょっと話戻っちゃうんですけど、なんで今宮軍団さんのバーベキューに来られた感じですか、リュウタンさんとお知り合い、どんな感じで繋がった感じですか、ガソリンスタンドで、高校の時のバイトの時に知り合って、え、高校の時のバイトってことは9年前ぐらいに、リュウタンさんと出会って、旧車会やらないみたいな、まあ同級生が旧車会やりたいって始まったって感じ、はあ、はあはあ、あ、それで、リュウタンさんがなんか、うんと、宮軍団に入らないみたいな感じじゃなくて、宮軍団はその後にできたんですよ、ああ、そうなんですか、はあ、それで今つながりで呼んでもらって来た、ほう、そういうことですね、ごめんなさいね、すごいな、シビックってこれ多分、あ、待って、マフラーもなんかちょっと変わってるやん、これ何、うん、あれですね、水道のステンレスの缶、水道のステンレスの缶って何、もう自分で、うん、もうとりあえず適当に溶接して、マジで、え、自分でできんの、もう溶接とかを、あ、車とか結構いじれる感じなんだ、ちょこっとはできるかな、あ、そうなんだ、これでもすげえ、だって30年前の車だよね、ここにはアンテナかなんかついてた感じですか、
これ多分リアウィングじゃないですかね。リアウィングって何？このスポイラーですね。あ、これが、あ、そういうことね、そういうことね。ついてて、多分取って穴開いてたんですよ。うんうん、でも雨漏れするとガムテープで。ガムテープでいいやみたいな感じになったと。ほう。ちなみにさ、俺がちょっとあの率直なちょっと疑問をちょっとぶつけていいですかな。うん、なんか、え、これまだ出来上がってない感じですよね。全然前オーナーのままで。はい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 。それで突撃でオファーしてきてくれるっていうソースじゃないんだよ。出たいための声かけの。そっか。あ、そういうことね。そっかそっか。あ、前に炎上したんですよ、すごい。ニュース出たんですよ。なんで？渋谷の、うん、なんかローライダーの集まりみたいなの、うんうん、自分シビックって言って、うん、で検問みたいなのにかかって、うん、警察とちょっと口論になって、待って、それ渋谷駅で109とかそっち、うんうん、そう、あそこら辺で、うん、それがニュースに取り上げられたんですよ。ほう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 。それを自分で保存して、うんうん、俺こんな言い方してないんだけどなみたいなのをしたら1万、うんうん、いいねとか。え、それって何する？ツイッターとかで？ほう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 。うん。男性が運転していた車には前方のナンバープレートがついていません。交通違反にもなる行為ですが、男性はその場でナンバープレートを設置するよう命じられました。めちゃめちゃ炎上して、その炎上ニュースの、あ、そういうことやね、影響で、うん、こんなに増えるんだとか、400人だったの1700人増えたんです。お、そういうことね、そういうことね、はい、炎上がきっかけで、知名度を浴びるっていう感じ の、 あの心地よさを得て、またちょっともっと欲しいみたいな感じの一環で、ノリと勢いで声をかけてくれたと。いいっすね、ちょっと売名行為みたいな。うん、アンチいっぱいわけじゃないですか。はいはいはい。アンチと違う、本当に話してみたくて、ほうほうほう、すごい疑問になって、うんうん、でもうアンチミーティングやるから、うん、大国集合ね、うんうんうん、ツイッターバーンって、うんうんうん、なんかもうアンチも行くわ、ほうほうほう、連絡もめちゃくちゃ来て、行ったんですけど、うん、誰も来なくて、一人も来ない、いないんですよ。ああ、まあ実際でもね、アンチってね、一回も会ったことがないというか、本当にそうなんですよ。なんかもう普通の一般人みたいな人気を見ると、うんうんうん、あ、こいつ俺もアンチなんだなみたいな、はいはいはい、思います一般人を見るとアンチだって思うの？アンチだなって思っちゃいますどういうこと？一般のそこらに歩いてる人を見てアンチだなみたいな。あ、教えてくださいよ、ツイッターのアカウント X の。凍結しちゃったんですよ、一回凍結しちゃった。で、うん、また作り直して、うん、今これでやってます。今これを作り直してやってます。なんでこれ凍結しちゃったの？自分あんま好きじゃないんですよ。え？通り好きじゃないんですよ。うん。なんかやってることやばいじゃないですか。だから、うん、あ、全然わかんないけど。うん、なんか、うん、とかが一時期死んでたじゃん。はい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 。その時に自殺するんだったら、うん、だから死ねや、うんうん。そういうことをバンバン言ってたら凍結しました。どう、あ、アカウントバンみたいな感じ。そうです。ツイッターのバンってそういう感じでされるんだ。直そうと思ったらもう最初作り直せなくて、うん、うんうんうん、今だるーと思って、いや諦めてたんですけど、うん、昔の自分の古いアカウント、うんうん、なんとかメールアドレスとか思い出して、うん、やったけど、やって、うん、やっと入れたんです。ああ、そうなんだ。このアカウントで今、うん、ああそういうことね。もうっていうか今あれだね、なんか炎上がきっかけでそれを味しめて炎上で有名になりたい感じの、ちょっと危ない、まあまあまあ、怖い子だなこれ。シビックの後ろにチッみたいなステッカーも走ったんですよ。それでも炎上して、それはそんな感じだろうねそっか、俺ね、あの、で言ったら、いや全然、あ、どうなんだろうな、お、共感はできない思ったことは口に出しちゃうんですよ。思ったことは口に出しちゃう、正直者なんで。いや正直者、あ、そういうことね、正直者なんでね。じゃあ今後は、じゃあ炎上的な感じで有名になれればいいかなって感じ。とりあえずこれをきれいに仕上げて、うん、あ、そっかそっかそっか、なんか自分でね、希少性をね出してって、目立つような感じにしていけば、で少しずつ SNS とかで発信していけば知名度が得られていくと。そっか、じゃあ89くんですね。
いやこれは俺がやばいですね。はい、じゃあ清八くん、突撃ということで、はい、あの面白かったです。はい、じゃあ、あの陰ながら応援しておりますので、はい、頑張ってください。わかりました。じゃあその時はまたよろしくお願いします。またちょっと連絡くださいよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと横に乗らせてもらいます。はい、ありがとう。いやてかこんな感じで俺なんかオファーされたの初めてだからさ。本当ですよ。そう、それってさ結構変わり者なんですよ。いや変わり者だね。なんか変な感じだもん。なんか一言じゃ言い表せないというか。おお、あでもいい音だわ。これが自分でなんだマフラー改造したやつ。おい、あれお友達？これ後輩で。後輩。あれもう帰っていいって。あもうはい。じゃあ俺も挨拶したら帰る。はい。お疲れでーす。あっちに。見てます。ありがとう。お疲れさー。じゃあお疲れ。あれは？あれも後輩と先輩で。うんうん、あ、そう、あ、そういうことです、そういうことね。タンク帰るんすか？いや、まだ帰らない。俺、とりあえず車向こう持ってきます。あ、よかった。お疲れです。あ、音いいわ。これ音いいっすよね。めちゃめちゃいいわ。なんか今乗ったらさっきの人、見た目だけじゃ全然わからないわ。これはすごっ。めっちゃいい音する。めっちゃいい音するわ。なんか有名になりたいとかだとしたらさ、誰かにオファーするとかだったらさ、はい、なんか SNS とかの DM とかで送って、なんか出させてもらえませんかとかっていうのは送ったりしないの？そこまでする必要もないかなみたいな。そこまでする必要がない。なんていうんですかね、うん、どうやって有名になるつもりなの？もうノリと勢いっていうんですかね。そっか、今日の場合は俺いたから知ってたし、ちょっとノリと勢いで声かけてみんべかみたいな。そっか、 DM とかだとするとそんなノリと勢いとかじゃないみたいな。そうですね、なんかちょっとズーズーしいかも、まあ、もう声かけて紹介してくださいって言ってる時点でズーズーしいあるんですけど。でもそこら DM… ズーズーまで俺とはとしては全然ズーしいとは思わないから全然いいんだけど、 DM しちゃうとちょっとズーズーしいかな。あ、そう、ズ DM はちょっとズーズーしいっていう部類に分類されるのか。なっちゃうんですよ。そういうことね。わかりました、わかりました。これは先ほどのシルビア。そうです。あ、でもすごいわ、やっぱ走ってるところなんか普通に静止してるとこよりも走ってるとこだとするとやっぱ全然違うわ。本当に乗らせてもらってちょっと今と感じたし、結構シビックって楽しくて。へえー、そうなんだ。そこのなんか魅力的なものがね俺は分からないからね。ごめんね、ありがとう。いや全然、お疲れです。